甘い、甘すぎるわ。うつ病はちょっとしたきっかけでなることもあるのよ。ブラックワールド。あんだ、いらっしゃい、こういちちゃん。久しぶり、小杉ママ。俺の名前は光一、平凡な会社員をしているが現在転職活動中だ。転職のきっかけをくれた新宿のとあるバーの小杉ママに時折こうして報告を兼ねた相談に来ている。元気にしてた？前より顔色が良くなった気がするけど最近はどう？仕事の方は相変わらず忙しいよ。毎日残業だし。でも小杉ママのおかげで転職活動の方は少しずつやってるよ。そうだったのね。光一ちゃんなかなか来てくれないから働きすぎて倒れてないか心配してたのよ。でも元気そうでよかったわ。転職活動の方はどう？何か気になる仕事はあった？気になる仕事はまだないけど、最近はいろんな仕事を見たり話を聞いたりしてるよ。その仕事の表だけじゃなく、できるだけ裏側も見れたらと思って。でも見れば見るほど不安にもなるんだ。どの仕事もやりがいや大変な面がある。楽な仕事をしたいわけじゃないけど、俺に務まるのかなって。なるほどね。最近ね、私の知り合いでうつ病になった子がいるの。うつ病か、それは大変だね。ええ、睡眠障害や疲労感、倦怠感、頭痛や激しい動悸、めまいや食欲の低下、心の不調では意欲、興味の減退、仕事能力の低下や不安とかね。その人は今どうしてるの？仕事を辞めて精神科に通っているわ。言っておくけど、光一ちゃんも一言じゃないのよ。え？光一ちゃんみたいな生真面目で自分に厳しかったり人に気を使いすぎる子はうつ病になりやすいのよ。俺ってそんな感じなのかな。自分ではよくわからないけど。今からうつ病になりやすい性格の特徴を教えるから、自分に当てはまるかチェックしてみなさい。1、真面目で責任感が強く完璧主義。2、人からの評価も高く道徳感も強い。3、人からの依頼を断れずにたくさんの仕事を抱え込んでしまう。4、柔軟で臨機応変な対応が苦手。ほんとだ、結構当たってるかも。でしょう。要はストレスを溜め込んで心のバランスを崩してしまうことが要因の一つみたいよ。いやー、でも俺は大丈夫だって。ずっとこの仕事してるけどそんな症状なったことないし。甘い、甘すぎるわ。うつ病はちょっとしたきっかけでなることもあるのよ。家庭内の不和や家族や親しい人との別れ、就職や退職、転勤、結婚や離婚、妊娠、育児、引っ越しなどの環境的要因でも起こったり、他にも慢性的な疲労だったり、脳血管障害や感染症やがん、月経前や出産後、更年期などのホルモンバランスの変化といった身体的要因もあるのよ。そう、そんなこと言ったら誰でもなる可能性があるんじゃ。そうよ、だから気をつけなさいって言ってるの。うつ病予防に効果的なのは運動よ。体を動かしてストレス発散することが効果的と言われているわ。そうすれば私みたいに身も心も健康になれるわよ。なるほど、それは分かったけど、俺的にストレスの大半は仕事なんだよね。そのストレスを運動で発散できるか。それならそういう仕事を知っておくのもいいわね。それじゃあまたまた行くわよ。小杉ママのうつ病になりやすい業種トップ10。ちょっと興味あるかも。第10位は食料品製造業。食品や飲料の製造を行う食べる上で重要な仕事ね。人の健康に直接影響を及ぼすから、その安全性には特に注意を払わなければいけない責任があるわ。確かに食品は人の口に入るものだし、何かあったらと思うと責任重要だよね。第9位は小売業。消費者が実際に商品を購入する販売店のことよ。お店があるから私たちは物を買うことができるけど、どこで買うかは私たち次第でしょ。どのお店も売り上げを上げたい。でも全てのお店がうまくいくわけじゃないから、ノルマを課したり試行錯誤したりと大変らしいわ。第8位は輸送用機械器具製造業。何それ。
あまり聞き慣れないかもしれないけど、主に乗用車やトラック、船舶や航空機などの車体の製造、組み付けを行う仕事よ。少子高齢化や若者の車離れにより需要の減少だったり、消費者に満足させるデザインや品質の提供など課題は山積みみたい。第7位は事業サービス業。販売員やホールスタッフ、レンタル業など幅広い業種ね。直接お客に販売や提供を行う仕事だから、クレームや迷惑客などの対応、常に笑顔を求められることも辛いみたい。自分のミスや責任でなくても謝らなきゃいけなかったり、嫌なことがあっても笑顔でいるのは簡単なことじゃないよね。第6位は飲食店。これも売り上げやノルマ、接客や多忙時の人手不足など理由は様々よ。第5位は情報サービス業。ソフトウェアの開発業やデータベース業、市場調査や世論調査業などね。そして第4位は総合工事業よ。どの仕事もそれぞれの大変さがあるけど、このランキングに共通しているのが人材不足なの。人が足りないから仕事量が増えて労働時間や残業が増える。それによって睡眠時間が確保できなかったり、ストレスで不眠になったりするの。そういう事例の中には、月の残業時間が100時間を超えているとか、残業をしているのに残業代が出ないっていうのも多くあるみたい。残業って聞くととても人事とは思えないよ。現場の人手は足りてないのに会社は人を雇ってくれないし、その後には新人教育だってある。もっと働く人の環境を考えてほしいよね。まあ人件費からコストカットするっていう企業の気持ちもわからなくはないけどね。それじゃあいよいよランキング第3位は道路貨物運送業。簡単に言うとトラック運転手などの配送業ね。配送には当然時間制限、納期があるわ。人手不足とされているこの現状で、1人当たりの荷量は増加し、必然的に長時間労働になる。また常に時間に追われることへのストレスなども要因と考えられているわ。簡単にネットで買い物できる時代だし、そういう需要は格段に増えているのに供給が追いついてないんだね。ポストに不在票が入ってるとなんだか申し訳ない気持ちになるんだよね。そうね、宅配ポストなどの対策は少しずつされてるけど、せっかく届けてくれたんだから、せめて不在っていうのはなくしたいわよね。続いて第2位は医療業。ある20代の医師の例を取ると、週の勤務時間は平均55時間。さらに当直や緊急時のための待機が15時間加わるため、週70時間も拘束されることがあるの。命を預かるという職業上のプレッシャーに加え、長時間労働が加われば鬱になりやすいのも当然ね。確かに数年前のコロナ禍では医療現場の崩壊寸前なんて毎日ニュースでやってたね。一番人手が欲しい仕事だけど、そう簡単になれる仕事でもない。知識と覚悟が必要だと思うと、本当にお医者さんには頭が上がらないよ。私たちにできることは健康でいることくらいね。最後の第1位は社会保険、社会福祉、介護事業。あるデータによると、介護施設のうち約7割が16時間以上勤務。さらに1人体制での夜勤や2交代夜勤という長時間労働が多く見られているの。仕事によるストレスや労働環境が鬱になりやすい環境を作っているのね。少子高齢化の社会にとって福祉や介護はこれからの重要課題なのに、それじゃあ困るね。そうね、人材不足をどうにかするには企業だけの力じゃなく、賃金を上げるなどの国の協力も必要よね。そうやって聞くと、今の俺の仕事環境なんてまだマシだと思えてきたよ。勘違いしてほしくないんだけど、この全ての業種がそうとは限らないわ。企業によってはそうならないように対策をしているホワイトな企業もあるから、だからいろんな仕事をよく見てよく知ることが大事よ。そうだね、今から性格を変えるのは難しいけど、もっといろいろな仕事を見てみるよ。大丈夫だから、もっと気楽に行きなさい。なんだったな、私と一緒に働くっていうのはどう？俺がオカマバーの店員に、気持ちだけ受け取っておくよ。あら、似合うと思ったのに残念だわ。またいつでも話聞くからね。
ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。